あや右あやという言葉をご存知でしょうか。経年変化を通してウォッシュド加工とかね、ストーンで削る加工、もしくはオイルド加工、ご視聴ありがとうございます。フィアンコの原武雄です。今日は、デニムパンツをお仕立てしました。そのポイントをご紹介していこうと思います。はい、まずはですね、皆さん左あや右あやという言葉をご存知でしょうか。今回のこのデニムはですね、数としては珍しい左あやのものを使っています。スーツなんかはですね、通年の生地ですと、右あやというものが一般的には多いんですが、そういったあやとかですね、折り方なんかについては別の動画でもまた紹介していこうというふうに思います。生地を作っている糸を作っている原毛っていうのがあるんですよね。原毛と、その糸の寄り方、生地の織り上がり方、またご紹介させてください。さて、今回のこのジーパン、デニムパンツなんですけども、その左あやということをうまく使いながら、ちょっと、ドレッシーな、仕立てでスラックス風に全体的に仕立ててみました。まずはデニムパンツの発祥でもあるんですが、ボタンフライですね。ジップではなくてボタンフライにしています。それから、帯幅、帯というのはこの横向きのところですね。帯幅、これは3センチ、結構細めなんですよね。スーツ用のベルトでだいたい30ミリと言われているので、それぐらい細い帯にしてドレスライクにしてあります。そして今回ステッチでいろいろ使っているのは黒と濃いネイビーの2色で、作りましたので、一般的にイメージされるあのベージュとか少しゴールドがかった糸色とは、違って、ミニマルな、感じで仕上がったかなというふうに思っていますね。経年変化を通してその糸が後から見えやすくなってくるかなというふうに思います。今の段階ではかなりこう目立たない感じでですね、引き立て役を演じてくれてるかなというふうに感じております。それから刺繍はフィアンコの F を入れているんですが、これも目立ちにくくって粋だなと、個人的に感じてますね。全体的なシルエットとしましては、割と細めで仕上げてあるんですけれども、今回はクリースはなしにしているので、オフの日なんかにもとても履きやすい、パンツに仕上げた感じです。そうだね。あとは、裾についてなんですが、スーツでいうところのシングルのイメージに少し近いといいますか、折り返してポコポコと当たりを作るようにするのではなくって、折り返し幅を割とつけてですね、シングルスーツのような雰囲気にちょっと、寄せてあります。あとは少し、ポケット裏、そして、膝裏なんかに、切り返しをつけて、デザイン上の変化も、楽しめるようにしております。そうですね、経年変化途中で言いましたけれども、このリジット、加工なしですねの、デニムというのは経年変化楽しめますよね。デニムというのは経年変化とともに白く、なっていくイメージが皆さんあるかと思うんですけども、あれはですね、デニムの糸、染めて藍色になっているわけなんですが、糸が太いんですよね、デニムは。でそれに藍染めをするわけなんですが、糸の中心部分まではあれ染まりきっていないというのが一つミソでして、それが表面が擦れたりすることで、糸の表面の藍色がだんだん落ちていく、削れていく、すると糸の中心部分は生成りの白っぽい色のままなので、擦れることでだんだん中心部分の生成りの色が表に現れてくる、それがデニムとしての表情になるんですね。僕自身が、高校生の時、だから今から何年前でしょうね、15年前ぐらいですかね、なんかは結構ダメージジーンズが一世を風靡していまして、
ウォッシュド加工とかね、ストーンで削る加工、もしくはオイルド加工なんていうのもあったなというふうに懐かしく思い出されるんですが、そこから一旦、リジット、まあ、反動からといいますか、何の加工もない生デニムのまんまを楽しもうというのがずっと続いてきたかなと思うんですね。でそれが、また2017年18年ぐらいからは、膝だけこうピッと、破れた加工が入っていたなっていうのが、あれは韓国かな、少しどこかで流行ってですね、最近はまた、ダメージデニム少し復刻の兆しを感じているっていうのが、まあ、個人的な感想なんですよね。僕自身はまあ普段はジャケットを着ることが多いんですけれども、もう少しあのカジュアルでラフな服装をするときなんかは D スクエアードの、デニムのもう本当にスキニーなモデルですね、実はレディースを履いたりもするんですけれども、それぐらいダメージジーンズを楽しむこともあります。皆さんはどのようなジーンズスタイルがお好きでしょうか。例えばデニム生地で、上から下まで、まるでスーツのように、上下のセットアップですとか、スリーピースというお仕立ての仕方もありますので、そういったデニムですね、楽しむ機会皆様にとって増えると、嬉しいなというふうに思います。日本のデニムはですね、岡山なんかが名産地なんですけれども、実は、世界の各ハイブランドを採用するような生地を、岡山では作ってあるんですよね。そういった日本産のデニム、皆さんもぜひ楽しまれてください。今日はいつもと、少し違った角度ですね、カジュアルな素材デニムを、お伝えしました。何かお役に立てましたでしょうか。チャンネル登録、そしてコメント欄で皆さんでぜひいろいろやり取りしたいので、そちらもどしどしご意見お寄せください。いつもありがとうございます。